んじゃ。パパどこ？パパ仕事行った。今日はご飯、朝昼晩ってやつ撮ってるんだけど、あっちの食べてるの撮っていい？いいよ。朝昼晩。そう。昼？これ朝。昼ご飯も？そう。皆さんおはようございます。もし今日のジャムはこれ。これはね、あ、食べていいよ。中身見せる。お砂糖入ってないから、果汁だけでできてるので。あとシナモン。そう、シナモン。アトピー子にもおすすめだよ。アトピー子って変じゃない。アトピーの子供にでしょ。アトピーがある人にもおすすめだよ。ゴージもご飯食べるのかな。これもさっきの動画にくっつけてね。そう、我が家の我が家のご飯食べるの。ハムちゃんもご飯ですね。だいぶ良くなりました。皮が落ちました。パン粉のようです、うん、お昼ご飯はとりあえずアホのスープです。オリーブオイルを塗って焼いたフランスパンに粉チーズをたっぷりかけます。これ怖がらせていきますね。そして温めたスープをかけます。冷やご飯を蒸して温め直します。これはスープには使いません。次はナスを焼きます。溶かします。ある程度溶けたらナス茄子が油を吸いすぎないように焼く前にコーティングします。
ごちそうさまでした。食べてるしね、かわいすぎて通っちゃうよ。かぼちゃもぐもぐタイムゴルさん、もぐもぐタイムゴルさん、あと30分ぐらいでパパが帰ってくるので夜ご飯を作ります。あとは冷やご飯をお昼に食べようと思って蒸したけど食べなかったお米をお皿に出します。さっきのご飯だけだと足りないので 1.5 合ぐらい洗って浸水させます。洗ったので浸水させておきます。大根おろしを作ります。おいしい青いところは大根おろし、下の辛いところはお味噌汁かなんかに使います。ジップロックに入れてから冷蔵庫に入れると長持ちします。お湯が沸騰してきました。鰹節を入れましょう。次のフライパンで最近ローストビーフを食べた時に作った赤ワインソースを温め直します。ソースですね。よし、スープが沸いたので味噌を入れましょう。常温に戻していたステーキを焼きましょう。油伸ばしておくのです。熱々の時に切ると肉汁が逃げちゃうので、ちょっと落ち着いてから切ります。はい、今日のご飯完成。味と味噌汁とステーキ。というわけで、みんなで食べます。